皆様ごきげんようツーリップリンセスです。えー、ちょっと全体のお写真を本当は撮りたかったんですけれども、えー、今日ちょっと撮れるタイミングがありませんで、えー、こちらの画像でライブですね美食場ライブの、えー、画像で失礼します、えー、こちらを使って美食ゃコーディネートをやってみようかなと思います、えー、今日はこんな感じの とても鮮やかなあでやかな、えー、ハイビスカス柄のスカート履いてみましたあのさっき美宿所ライブをですね何曲かあげたんですけれどもあのー、すごいこのスカートが可愛いってファンの方から言っていただけてとっても嬉しかったので美宿所コーデやっぱりやっちゃおっかなと思いました ええと、まずこのあのスカートをね、パッとこう、主役に持ってきたいなと思って、えっ、ー、と、上、何色合わせようかなと思ったんですけれども、まあいろいろ考えられるとは思うんですが、なんかやっぱりこう、爽やかに、今の季節にも映える感じで、白にしちゃいました。そしてなんかただのなんだろう、あの、シンプルな、 白ででもいいんですけどちょっとあのつまんないかなっていうのもあってでもうるさくならずにマッチした感じにしたいなっていうのがあってこちらの、えー、爽やかなんだけれども華やかさのあるフェルスリーブのそしてこの写真を何で使ったかというとこれ腕を見せたかったんですね。ここちら腕ののところに、ね、レースの これちょっとスケスケのところ <laughs> これが見せたくてこのえっ、ー、とこのショットにしたんですけれどもちょっとね腕のところがレースになっててこれがでもあのなんというか上品だしあのそんなにいやらしくもなく華やかにあのエレガントセクシーな感じでねいいなと思ってこのまたベルスリーブがね 華やかささと優雅さが増していいですよね。こちらは、えー、レッセパッセの、えー、ベルスリーブの、えー、ニットですねオフホワイトそして、えー、下が、えー、ユニバーバルミューズかな。の華やかなハイビスカス柄のスカートになりますこれはあの本当全体見せれなくて残念なんですけれども そんなに短くなくてかといってロングってほどでもなくてお膝がちょっと隠れるかなっていうぐらいのフレアスカートになりますはいなかなかこう主張の強いあのスカートなのでね結構ね難しい感じもあるんですけれども今日はこんな感じであの爽やかにそして華やかにそしてちょっと優雅に <laughs> っていう感じで。 うん、そうですね。なんかこう、いろいろレトロさと今っぽさと <laughs>、なんか融合したような感じの、えー、こんな感じの、えー、ハイピスカシュ柄の、えー、華やかなカーディネーターにしてみました。これでね、あのー、そうですね、ナチュラルストッキングを下は履いて、えっ、ー、と、パンプスはね、このネイビーの、あのー、スカートに合わせて、 ネイビーの三浜のリボンパンプスにしました。ね結構、あの、まあまあいいんじゃないかなと思います。なんかこう、あの、華やかだけど、こう派手になりすぎない感じで、あの、爽やかさを感じさせられる感じもあるので、あの、はっきりしていながらも、まあまあ良かったんじゃないかなと思っています。 で今日はこれに合うような感じの曲とか、いろいろリクエストをいただいた曲とかやってみました。私的に結構天使の休息ようやくご披露できて、なんかすごい歌ってる時楽しくって、<laughs> このハイビスカスと相まって元気モ出る感じでよかったかなと思うので聞いてみてください。あといろいろね、キューティーハニーもやったし、 えー、366日とか、あとまだいっぱいいろいろ、ザードとかね、あ、えー、のー、聖子ちゃんとかいろいろ、もちろん森高もやりましたので、また見てみてください。それではまたチューリップリンセスでした。どうもありがとう。